鳥居型に組まれた腕筋に乗っている光線が、架空打ち線。アルミ導体化強ポリエチレン絶縁電線。6600V 架空線に使用される。画像は、被覆を剥がした状態で撮影。架空打ち線は、仮設された送電、配電などのための架空線路を、主に雷から保護する装置である。電力業界では、グラウンドワイヤーの頭文字を取って、 GW と称されることも多い。例えば架空送電線路であれば、その送電鉄塔上部を結ぶように、設置した胴体であるメタルワイヤーを電線路方向に連続するようにして設けたものが、架空地線である。通常、架空地線は架空電線の上部に電線路方向に対して1から2乗を設けられる。平機が電線路に侵入した雷サージを大地に放流して、 雷害を防ぐのに対し、架空地線は電線路を、いわゆるバリア効果によって防護する。雷の影響を受けやすい架空電線路などに、飛来機などと合わせて設置する。飛来針と併用して建物に設置することもある。架空送配電系統であれば、電線の直上にメタルワイヤーを仮設、タンク間ごとに設置を取り、電線路に対して、 遮平角45度以内になるように仮設する。角打ち線による来外防止効果は、電線路に対する遮平角と設置抵抗値の2つによるとされている。このため、重要な電線路などでは、角打ち線を2乗として、より効果を高めるようにする。遮平角45度の場合、90%近い保護率が得られるとされ、200メートル間隔で30オーム以下と、 なる良好な設置をとった場合、誘導雷に対して十分な効果が期待できるとされている。核打ち線は、雷直撃時の逆戦落の防止、誘導雷サージの低減、核電線度近暴への落雷時に、電線や指示物に発現するコロナストリーマの抑制などに効果があるとされている。また、線路地落時には、 地落電流の一部が角打ち線を流れるので、電磁誘導障害の軽減効果もあり、角打ち線と電線との電磁結合により、電線上の振興波を減衰させる効果もあると、されている。近年、日本の電力会社において、角打ち線のケーブルの中に、光ファイバーを巻き込んだものが使われるようになっている。光ファイバーは、非常に細く、角打ち線に巻き込むことが可能である。 これを通称を p g w と呼ぶ。光ファイバーは雷や自身の交流電磁界などの影響を受けずに安定した通信が可能であること、また核地線に巻き込んであるため、新たに光ファイバーケーブルを仮設するための場所を確保する必要なくない容量の通信回線が得られるというメリットがあり、日本では電力会社がこぞって採用するに至った。現在、 主に送配電系統の保守管理システムの通信などに使われているが他の一般情報の頂上なども可能であることから電力系通信事業者にとって重要な感染系インフラの一つとなっている。ありがとうございます。